今日は、えー、足の冷えに効果的なツボのご紹介です、えー、今回はこんな感じの直接火が、えー、皮膚に当たらないお気を使ってやっていってます、えー、こんな感じでえっ、ー、と足の指先に1個ずつ、えー、貼り付けますこの時落ちると危ないのでしっかり、えー、貼り付けるようにしてくださいでこれで1個ずつ火をつけていって えー、熱くなるま手前ぐらいで温かくなってきたぐらいで、えー、外してください手でも同じように指先に貼り付けていただいてやることができますので手の冷えにも効果的です、えー、10線というツボの名前がついておりまして、えー、左右で10本、指10本なので10線という名前がついています、えー、手足の冷えのある方はぜひやってみてください